犬山祭りは国宝の犬山城近くにある播綱神社の江戸時代から続く春の祭礼です。朝から高さ8メートル、重さ3トンある山13両が子どもたちによる笛や太鼓に合わせて城下町の古い町並みを練り歩きました。今日は晴天に恵まれ多くの観光客が訪れて神社の前に集まった山を写真に収めていました。去年初めて見に来てすごい感動して参加したいなって思って。そう違いますよね。やる方がいいかな。一度にね、集まるとすごいですよ。初めて今日すごい壮大でいいですね。天気もいいし、桜もすごい満開で最高にいいお祭りですよね。犬山祭りは明日も開かれます。